皆さんこんにちは、ティドラックハルトです。本日もよろしくお願いします。今日もドラゴンクエスト2ですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回ですね、サマルトリアの王様ですね、あ、王子様ですね、失礼しました。ポールさん仲間になりました。で、ですね、特に次どこ行きなさいみたいなのを指示がないので、ちょっとですね、大陸を探索したいと思いますね。それでは探索レッツゴーですね。はい、今ですね、サマルトリア城から、本当にすごい近くでしたね。少し左下に降りたところに建物があったので、ちょっとここ行ってみようと思いますね。ご近所さんだった。ローレシア城の南にあるという祠には行かれましてないですね。そこにはわしの弟があなた様来るのを待ってるはず。あってやってる。あ、そうなんだ。先にそっちですね。わかりました。では、ローレシア城の南の祠ですね。ちょっと、老人の指示通りちょっと行ってみたいと思いますね。では、南の祠まで、ルーラルーラですね。はい、先ほどですね、祠の老人が言ってたローレシア城の南の方向ですね、にある祠を訪ねなされと言ってたので、その祠まで今来ましたですね。じゃあちょっと行ってみましょうです。あ、広くないんだ。を待っておりましたぞ。この爺は王子様にお教えすることがあります。実はこの世界には銀の鍵と金の鍵の2つがあり、扉にも2つの種類。あ、なるほどですね。まず銀の鍵を見つけなされ。サマルトリアの西、湖の洞窟の中に隠されているという話です。じゃあ、それだけ。そっかそっか。ここもじゃあ鍵ってことですね。あのね、思ったんですけど、仲間が一人いるだけで、全然戦いのスピード違いますね。ポールさん、ありがとうですね。それではですね、今指示があった通り、サマルトリア城の真西ですかね、湖に囲まれた洞窟があるそうなので、そこまで行ってみたいと思いますね。レッツ探索ですね。はい、ですね、本当にサマルトリアのですね、真西ですね、歩いてきたらここですよね。水に囲まれた洞窟。間違いないでしょ、ここでね。こちらを訪ねなされということなので、それでは今から、洞窟行ってみたいと思いますね。ワンと違って、松明制度がなくなったので、洞窟苦にならなくなりましたね、この間よりね。こうやって、すごい遠くまで見えるので、楽勝ですね。一応ですね、こういうキングコブラ系ですね、毒があるので、あ、毒結霜見つけてくれた。毒結霜とですね、薬草を持ってきましたですね。素早さの種、あ、二人とも目いっぱいだ、あ、ちょっと待って、
回戻して薬草1個使っちゃいましょうか。コールさんに使おう。今回あれですね、こういう種系は仲間がいるからあんまり自分勝手に使えないので、どっち行こう、手前から行こうかな。ちょっと預かり所に預けといて、でラストバトル近辺で、みんな平均的になるように使っていこうかな。それまではちょっと預けときましょうかね。おーっと、正規ルートかな、こっち。ポールさんもね、だいぶ強くなりましたね。レベルがもうね、7ですね。うん、あー、階段ある。こっち正規ルートっぽいですね。戻ろう。探索が先ですね。どうしよう、こっちにも階段あったら。こっちにも階段あったら、手前階段外れの法則を使って、先に見つけた方行きましょうか。あ、福引き券。これが謎なんですよね。ガラポンが引けるのかな？今度、お芋ちゃんに使おうかな。福引き券、持って帰りましょうかね。銅の剣売ってくればよかったな、一本。バブルスライムも毒持ってますもんね。ワンの時って毒の精度あったっけな。あ、いいですね。これで片っぽ行き止まりを確認したので、さっき見つけた階段行きましょうかね。おー、よかった。毒受けなかった。まあ、一個道具使っちゃってもいいですけどね。持ち物がいっぱいなので。全部で、6個毒消し持ってますね。あと、ポールさんが、ヒアリー覚えてるので、毒消しの、能力は、ほぼほぼ無限にありますね。このホイミスライム可愛いですよね。顔がすごい可愛い。スライム系は顔可愛いですね。あれ終わらないぞ。OK。意外と苦戦した。いつもはなんか一体ずつ出てくるイメージですね。ホイミスライムね。お、今もレベル上がりましたね。よし、行きましょう。ああ、大丈夫か。まだ、今のところ洞窟の構造は、単純な洞窟が、ほとんどですね。ほとんどっていうか、勇者の泉に続き、二つ目ですけど、難しい感じは大丈夫そうですね。一本道ですね。あ、命の木の実だって。どうしよう。この銅の剣が邪魔だな。ただ売るとお金になりますもんね。またポールさんに薬草使おう。
か隣の洞窟の構造がここから見えてる。もうこれ行く必要なさそうですね。行き止まりが見えとった。毒消しそうか。あ、捨てない捨てない。薬草を芋に使って、でこれゲットしましょうかね。おっと、分かれとる。あ、よかったよかった。宝箱すごいありますね。あとモンスターが宝箱を落としてくれますもんね。それでも薬草とかがゲットできるから、すごい助かりますね。キメラの翼。これは相殺しますか。お金、助かる、助かる。お金はいくらあっても、助かりますね。もうポールさん一人でキングコブラ倒せたの初めてじゃないかな。たくましくなりましたね。おお、たくましい、たくましい。わかりやすい。あった、これですね。銀の鍵を見つけた。すごいわかりやすい。あー、持ち物問題だ。ラスト薬草を使いましょう。あ、ダメだ、満タンだ。よし、OK。よし。あ、そっか、これでもあれなんですね。道具の、なんていうのかな。持ち物1個分消費しちゃうんだ。ははははは。よし。じゃあ一回ですね、リリザの町に戻って、荷物を預けたり、売るものを売って、先ほどの、まだ先に進めなかった洞窟ですね。タマルトリアの左下の洞窟にもう一回行ってみようと思いますね。それではそこまで。ルーラルーラですね。はい。それではですね、先ほどリリザの町に寄ってですね、ちょっと身軽になりました。福引き券とかですね、種系ですね。素早さの種とか、木の実とかですね、預けて、毒消しそうももう一個ずつ持って、で、返しちゃいましたね。うん。で、この状態で、またこちらの祠ですね、行ってみたいと思います。なんか当選もしてますよね。ノーレシア城の南に、これ、行きましたね。ならば何も言いますまい。どうぞお通りください。ここを抜けて南へ行けば、ムーンペタの町です。なんか可愛い名前ですね。あ、別に当選もしてるわけじゃないんだ。谷川、これなんだろう。ここにもドアがあるってことかな。はい、今ですね、上に見えてる祠から、向こう岸ですね。一本道、ほぼほぼ一本道でしたかね。抜けて、反対側の対岸に出たんですかね、これはね。で、南にムーンペタの町があるそうなので、そこまで行って、行ってみたいと思います。はい、今ですね、洞窟の出口から、やや南西ぐらいですかね、少しだけ結構歩きましたね。で、出てくる敵もですね、やっぱり大陸が変わったからか、結構強い敵が出てきましたですね。うん、
ダメージはそんなに受けないんですけど、攻撃がね、なかなかちょっとダメージが入りづらい敵とかが出てきましたね。うん。では、こちらのムーンペタの街でしたかね。また聞き込みを開始していきましょうです。よろしくお願いします。ここも別に魔王の影響を受けてないっぽいですね。お、まあ、あなたは、もしやイモミ様では。私は昔ローレシア城にお仕えしてたものです。あ、そうなんですね。こんなところでイモミ様にお会いできるなんて、あ、夢のようですわですね。熱烈なファンですね。やっぱりそうですね、ムーンペタの街、ようこそ。ここは人と人が出会う街ですよね。賑わってますね。全く物騒な世の中になったもんですが、この前もサマルトリアの近くでスリに会いましてね、幸い犯人は見つかりましたが、まあ今頃はお城の牢屋の中でしょうね。バッハッハ。あ、サマルトリアのお城に牢屋二つありましたもんね。一回宿屋で休んでいこうかな。これも銀の鍵じゃないですね。あ、かわいい。くんくんですね。あ、何この子ついてくるって。かわいいですね。なんとここでもそなたの旅を冒険の書に記録することが、あ、そうなんですね。助かる助かる。便利な世の中になったものよのですね。いいですね。よかったよかった。お城以外でもセーブできるんですね。じゃあさらに、聞き込みを。これが普通の教会ですね。あ、預かり所だ。また1000円預けとこうかな。OK。あ、福引き券お持ちですか？あ、福引きは本能遊び、あまり夢中になりませんよ。あ、ここに使うわけじゃないんですね。あ、福引き所だって。え、やってこやってこ。ありますね。2枚。これバトルオペレーションみたいにまとめて引いた方が出やすいとかあるのかな？福引き券。これ1枚ずつですね。よし。あー、やめないやめない。じゃあ2回ちょっと引いていきましょうか。福引きをいたします。あ、説明聞きたい。福引きの機械が回転を始めたら、丸ボタンを押して止めてください。太陽印が3つ揃うと、1等ゴールドカードが当たります。欲しいですね。なんだろう、ゴールドカード。星印が3つで2等。祈りの指輪です。その他いろいろ商品を用意しております。いいですね。楽しそう。はい、じゃないですか。これ、一回で三つとも止まるのか。こっち。スライムマン。あ、一個ずつ押す感じですね。あ、惜しい。これ外れかな。全部外れた。残念でした。この次は当ててください。あれ、三箇所みたいなのないの。もう一回やりましょうか。ポチッ。月。あ、惜しい。3回トントントンと。あ、惜しかったですね。残念賞に福引き券。じゃあその福引き券を使って、もう一回福引きしましょう。トントントンと押していいのかな？あ、
3つポンポンポンって押せますね。あ、惜しい。また含み引き。無限含み引きですね。もう一回やる。いいですね。サービスいいですね。あ、これは外れかな。あ、さすがに。3つバラバラになるまではサービスがいいですね。お、ムーンブルク情報ですね。この町の南西の方向。まず西に向かって歩き、さらに南に下ると良いだろう。魔物たちに気をつける。そう、ちょっとね、強かったんですよね。あ、ある。高額請求所ですね。では、毎回恒例のオープンザプライス行ってみましょう。せーの。ズドン。高いんだって。ちょっと待って。ワンとは、桁が違いますね。ちょっと待って。二つ目の街ですよね、ここ。あ、装備できないとかあるんだ。ちょっと待ってよ。これ電卓出しますので、今、鎖鎌ですよね。一個ずつ見ていきましょうか。鉄の槍は、ポールさんが装備する感じですね。イモミはもっと強い鋼の剣があるから、高いな。まず770ゴールド足す。こっちはイモが装備しますので、1500。1500ですもんね。これ今装備してて、鋼の鎧が1個、鋼の盾も1個ですね。5470ゴールド、毎度ありですね。高い。あ、これは大変だぞ。道具屋さんはどうかな。あ、なんか武器も売ってるんですね。ほう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 。ああ、大変だな。どこかの塔の中に空を飛べるマントがあるらしいぜ。そのマントをつけていると、高いところから落ちたとき、少しだけ空を飛べるんだとよ。この話は絶対に覚えておいた方がいいぜ。なんか有力情報ですね。あ、これが、この街の端っこですね。みんなもう聞いた感じですね。ワンちゃんは、なんだ、仲間になってるわけではないですね。ステータスは表示されないです。なんかワンの時のなんか、女の子みたいですね。話しかけたらついてくるっていう。はい、それではですね、5470ゴールドですね。貯めていきたいと思います。よろしくお願いしますね。